はい、皆さんこんにちは。教育百貨店のヒロンと申します。今日はですね、土曜日の実行しあがる、オープニングを変えてみましたうざかった方すいません、土曜日の夜はですね、多くの塾講師がですね、次の日休みなわけですよ。まあ一般企業だと金曜日の夜あるあるとかになっちゃうと思うんですけど、まあ塾講師の場合は土曜日の夜あるあるという話でございます。ではですね、まず一つ目、教室の近くの居酒屋で終電を逃すまで、飲み食いするっていうのはあるあるですね。ただ今の時期はできないと思うんですけど、当時はかなりやってましたね。近くの磯丸水産に行ってみたいなね、バカバカ食い倒してみたいな、で朝5時の始発で帰るみたいなことはまあありました。まあ、2つ目、教室でバーベキューパーティーが開催されるっていうのはありますよ僕の時もありましたよ。しかもこれ勝手にやってたんじゃなくて、まあ、僕がいた所属した教室の、まあ、そのブロックっていうかね、地域があるわけですよ、の責任者が土曜日の夜にね、今日仕事を早く切り上げて1分でも早くどこどこに集合してくださいみたいな、まあ行ったの。そしたら、ナイフとかね、ホットプレートで肉焼いてるみたいな。そんなことあるんだ。肉の横になぜか鍋が置いてあって、これは何だと思ったら、ニンニクが大量に入って、白菜と豚肉のオープンを敷き詰めてあるやつを、その偉い人が作ってて、これはもうできてから、はい、食べて。焼肉は今からだ、とか言ってみたいな。この塾でもあるのか。いや、多分ないと思う。本当は怒られると思うんだけど、校舎内なら飲酒禁止なんだけども、なんか、若干黙認されてる節があって、まあ、しかもその時はすんげえ結果出てたし、絶対怒れるわけないだろうみたいな感じで、なんか教室でバーベキュー鍋パーティーをしたことがあります。じゃあそれは自分の行った塾あるあるですね。いや、こんだけ塾あるんだから、まあ、確かにやってる人いると思う。詰めは、まあこれ塾講師に限らずだと思うんだけど、土曜日の夜だけグリーン車とか乗って帰ってました。まあ、今グリーン車で表現しますけど、その特急料金がかかるやつですね。乗って結構居心地いいんだけどさ、寝過ごす可能性があるから怖いんだよね。普通の方の車両も座れるんですけど、まあまあゆったり座れるっていう感じですね。新幹線乗るみたいな風に思ってる人いるかもしれないですけど、関東はJR の在来線にもグリーン車がついてるんですよ。名古屋の場合はミュースカイですね。名古屋の場合は名鉄にミュースカイっていうのがあります。超安い。まあ、そうそう、ああいうやつですね。小田急でいうとロマンスカーとかね、まあ、ああいうやつですね、に、まあ、乗ったりしましたよね。はい、というわけで、まあ、他の曜日ではあんまり起こらないんですけど、まあ、土曜日だとこんなことが起こりますよということでお伝えさせてもらいました。皆さんもね、土曜日あるあるあればぜひコメント欄に書いてほしいなと思いますし、教室でねバーベキューなどなどしたことがある方もぜひねコメントの方よろしくお願いします。では参考になりました方、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。まあ、というわけなんですけど、まあ、ちょっと今の時期はね、さすがに土曜日の夜になっても、あんまりこう心がこう落ち着くっていう時期じゃないんですけど、まあ、12ヶ月のうち、まあ、10ヶ月、9ヶ月ぐらいはね、土曜日の夜ってのは割と嬉しいものなんですよ。まあ、サラリーマンの人たちが金曜日の夜ね、花金って呼んだりするのと同じですからね。まあ嬉しいんですけれども、まあ、他に何かあったかなって言われると、僕ね、1年目の時に、教室の人に、まあ、教室で使えるお金みたいなのがもう余ってて、期限がギリギリだったから、平野これで、ローソンで何か買ってきてって言われて、全部使ってきていいからって言って、1万円ぐらい渡されたんですよ。で、その時に、新卒でしょ？で、まあ、5月とかだったんだよね。で、そういう時って何買ってこればいいか分かんないから、何か買ってきてって言われたの、何かを結構勘違いして、大量のアイスと、お酒を買ってったんですよ。そしたら上司に怒られました。お前なっつって、甘えもんしかねえじゃねえかっつって。いや、違いましたっつって。なんで半減だっつったんだ、しかもみたいな。言われて、すいませんっつって。こういう場合何を買ってくるのが正解なんですかって。普通に聞いた。うん、そしたら、この時は酒と塩辛いものと、甘いものを大体1対1対1で買ってくるのが、まあ、常識だなって言われて、すいませんって言って、で塩辛いものが全くなかったんで、教師長の人が自腹でプラス5000円出して塩辛いもので買ってくるって言って塩辛いものを、まあ買いに行かされましたね。で大量のハーゲンダッツと、お酒と、まあ、塩辛いものを加わって食ってたんですけど、
ハーゲンダッツに文句言ったくせに、なんだかんだみんなね、やっぱうまいよハーゲンダッツはっつってね、みんな 2個ずつぐらい食ってましたからね。なんだよ、怒られたあれねえじゃねえかみたいな。まあ怒られるってその、本気で怒られるって意味じゃないからね。ちょっと激しい突っ込みをされたっていう感じだったんですけど、まあまあ僕もやっぱね、そのなんか YouTube でなんか、時々この視聴者の人にね、昨日ひなのさん博識ですねなんて言われたりしますけども、いや僕結構常識ないですから結構常識ないんで、好きなもの買ってきていいよって言われたらそれはハーゲンダッツお酒になるよねって感じです。しかもお酒は僕が飲まないんだけど、まあ先輩は飲むかなと思ったから買ってきたみたいな。ハーゲンダッツはみんな好きでしょみたいな感覚で買っていきましたね。これはまあなんか塾講師あるあるというか、塾講師で一番最初に起こった時の、なんか記憶に残ってる土曜日の夜の話ですかね。あとあったのはまあ当時その神奈川にいましたんで、土曜日の夜ですね、なんか他の校舎のなんかアルバイトの子たちで仲いい人たちも呼んで、江ノ島に行くっていうのがあったんですよ。で当然電車なんてありませんからタクシーで行くんですけれども、まあ、僕もあれ1年目かだったから2年目かな忘れましたけども、まあ先輩がタクシー代をね、まあ払うわけですよ。塾と体育会系なわけですから、まあそしたら結構な金額になっちゃってみたいな。でそもそも江ノ島に着いたのが、深夜の3時半みたいなね。でそこから上まで登って、まだ登ったことある人は分かると思うんですけど、上まで行って奥側の海岸のとこまで行ってって感じなんですけど、すげえその海岸に行くと結構急斜面なんですよね。で街灯とかもほとんどないからめちゃくちゃ暗くてすげえ危ねえ思いをしたっていうのがまあありますね。これも土曜日の夜の話だったなっていうのがあるんで、やっぱ土曜日の夜はね結構楽しいことしてる印象はありますよね。明日休みじゃっていうのとね、まあ一旦こう数字のノルマから解放される時間帯ですから、また月曜日からエンジン入れ直すんですけどね。まあ土曜日の夜ってのはこういうことが起こりますよと。まああとなんかあったかな。まあ僕のいた塾は集団授業の塾でしたので、なんかね授業大会みたいなのをやって結局教室で寝るみたいなこととかはありましたよね。なんか、まあ、仲のいいスタッフ 5,6 人が集まってなんか授業大会ですよね。なんかトーナメント式でどっちの授業が前かみたいなのを10分ずつぐらいやって、まあ優勝者でまあなんか最後はなんかコンビニで何だか買ってくるんですけど、優勝者はまあまあ負担なしみたいなやつとかで、でそのまま飲み食いして、まあちょっと4時ぐらいになるともう眠いんでそのまま教室で寝るみたいなのとかはあったかなと思いますね。まあああいうのもまあ楽しいっちゃ楽しいですけどね。はい、まあというわけで、まあ、なんとなく思い出せたのはこの辺までかなという感じでございます。皆さんも土曜日の夜は結構楽しくね、一人で過ごす、まあ家族で過ごす、スタッフと過ごす、まあいろいろあると思うんですけども、よかったら自分のね土曜日の夜あるあるっていうのをまあ書いてくれると嬉しいのかなと思っております。じゃあ今日はこの辺で終わりましょう。ではお疲れ様でございました。チャンネル登録よろしくお願いします。